辻和彦は、日本の政治家、参議院議員、衆議院議員を務める、福井県お入分口灘村や田部出身。1941年千葉農業専門学校、を卒業式教師や農業講習所講師へて1971年の、第9回参議院議員通常選挙で日本社会党公認で、福井県選挙区で当選。1977年の、 第11回参議院議員通常選挙で落選。1983年の第37回衆議院議員総選挙無所属で出馬当選を果たすも後に社会党を除名される。1985年院内会派、社会党、ご県共同に参加。1986年第38回衆議院議員総選挙では社会党推薦で再選し、 同年十二月復党。九百九十三年、社会党、社道キャビネットの農林水産委員長に就任。社民党から、旧民主党の決闘を経て、民主党の結成に参加。翌年九月の民主党代表選挙では、横道隆広の推薦人となる。小選挙区比例代表並立制に移行した九百九十六年の第四十一回衆議院議員総選挙では、 福井3区から出馬し当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、前回破った新人、高木武氏に破れて落選し、そのまま政界を引退した。2008年9月5日肺炎で死去。のぶせい4位。ありがとうございます。